ステパン・マクシモビッチ・ペトリチェンコは、ロシア帝国海軍の水兵で、クロンシュタットの反乱の首謀者の一人。後に、ソビエト連邦のスパイとなる。1917年、フィンランド内戦で、ヘルシンキに上陸した戦艦ペトロパブロフスクの乗組員たちにキテンコ出身。1914年から水兵。戦艦ペトロパブロフスクの専任書記。1919年からロシア共産党に入党したが、斉藤六次に脱党した。1920年夏、帰郷した時にネストルマフの運動に呼ばれたが、心情上アナーキストにはならなかった。クロンシュタットの反乱時、蜂起の首謀者となったが、いかなる政治的才能も発揮しなかった。反乱鎮圧後、数千人の参加者と共に、フィンランドに逃れた。フィンランドでは、大工として製材所で働いた。ある日、リガのソビエト大使館を訪れ、GPU のエージェントとなり、フィンランド情勢について、ソ連に報告した。1927年、ラトビア経由で、ソ連に入国。フィンランド帰国後、県市のセルロース工場に落ち着き、1931年まで働いた。その後人員削減により、工場を解雇され、ヘルシンキに転居した。1937年、ソビエト諜報部との協力を一旦拒否したが、その後、仕事を続けることに同意した。ヘルシンキ滞在中、ドイツのソ連侵攻準備に関する重要な情報を提供した。1941年、フィンランド当局により逮捕。1944年9月25日、ソ連、イギリス、フィンランド間の和平協定に基づき、ペトリチェンコは釈放された。1945年4月21日に再逮捕され、赤軍防用機関に引き渡された。1945年11月17日、反革命テロ組織への参加と、フィンランド諜報部への所属に対して、ソ連内務人民委員部付属の特別会議により、収容所10年を言い渡される。1947年6月2日、ソリカムスク収容所からウラジーミル刑務所への護送中に55歳で死亡した。ありがとうございます。